熊坂義弘は、日本の内科医師、元政治家。森岡大学客員教授。京都大学医学部非常勤講師。医療法人総熊会理事長。日本糖尿病学会専門医。元岩手県宮古市長。福島県福島市生まれ。福島県立福島高等学校を経て、東北大学工学部中退。広崎大学医学部卒業。 市長を経験した医師として、社会保障や災害復興、地方行政等について、活発な提言を行っている。1978年に弘前大学卒業後、同大学医学部第三内科に入局し、同大学附属病院内科医師、同大学医学部助手となった。この間、糖尿病の研究によって、医学博士号を取得。その後、妻の出身地である、 岩手県宮古市に転居し、岩手県立宮古病院の内科課長を務めた後、宮古市内に内科院を開業した。1997年、宮古市長選挙に立候補し、当選。第17代宮古市長に就任。2001年の市長選で再選。2005年6月6日、宮古市、太郎町、新里村が合併し、新しい宮古市が誕生する。 それに伴って、同年7月3日に執行された新、宮古市の市長選挙でも当選、合併後の宮古市の初代市長に就任した。2009年6月28日執行の市長選には出馬しなかった。熊坂は、厚生労働省社会保障審議会医療部会員、同介護給付費分科会員、同健康日本21策定専門委員会員、 内閣府社会保障国民会議文化会員、総務省地域経営懇談会員、全国市長会理事など多くの役職を歴任した。2011年からは無料電話相談、寄り添い、ホットラインを運営する一般社団法人社会的包摂サポートセンターの代表理事に就任している。また、2016年に設立された 若草プロジェクトでは、呼びかけ人の一人として活動している。弘前大学医学部学部長講師も兼務。日本病態栄養学会理事。過去に、日本大学医学部県民講師、岩手医科大学医学部非常勤講師、東京大学大学院農学生命科学、研究科農学特定支援員、東京大学経済学部客員研究員も務めた。2014年10月9日告示の、 福島県知事選挙に原発被害対策の見直しや原発に依存しない社会づくりを公約に無所属で立候補した。投開票の結果、辞典。妻は旧滝沢村、助役、不代村教育委員会教育長などを務め、現在は宮古市議会議員の熊坂信子、かけてきた手紙検討者、2020年12月。 ISBN 978-4344-932029ありがとうございます。